皆様おはようございます。ただいまから市長定例記者会見を始めます。それでは市長お願いします。はい、皆さんおはようございます。今年初めての記者会見を始めさせていただきます。まず案件外から入らせていただきたいと思います。能登の地震の関係でありますが、能登半島地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方に対して、心よりお見舞いを申し上げます。私からはまずこの被災地へ職員派遣等を行いました。これについてご説明をいたします。支援一覧の資料をご覧ください。5日には各区役所、市民、保険年金課などに義援金の募金箱を設置。6日には水道局から石川県の穴水町に救急車1台、支援車両1台を派遣。11日には下水道河川局から石川県の小松市に下水道管の被害調査のため職員4名を派遣。また政令指定都市の市長会からの要請を受け、8日には先遣隊4名を石川県の志賀町へ派遣。これに続き応援職員20名の派遣を11日に予定しております。本日10日16時からこの第3会議室で走行式を行います。現場のニーズは刻々と変わることから、受け入れ先の自治体や他の政令市等と緊密に連携を取り合い、効果的かつ息の長い支援を心がけてまいりたいと思います。最後に被災地への応援の最中ではありますが、今般の経験を踏まえ、当時の災害対応にも生かしていきたいと考えております。それで案件に戻ります。まずは OECD のチャンピオンメイヤーズであります。この度、これ、私自身になるんですが、岡山市長として経済協力開発機構 OECD の包摂的成長のための OECD チャンピオンメイヤーズ、OECD チャンピオンメイヤーズ for inclusive growth initiative にメンバーとして加入することになりましたので、ご報告をいたします。OECD からの文書はこういう文書になっております。よろしいでしょうか。はい。OECD チャンピオンメイヤーズは地域における不平等の是正や包摂的な経済成長に取り組むことを約束した世界の約60の都市の首長からなるネットワークであります。なぜこういうチャンピオンメイヤーズ、あまり皆さん方も ご存じない方が多いんではないかと思いますけれども、ここに加入することになったのかということを申し上げたいと思います。実は昨年4月G7 の倉敷労働雇用大臣会合が開催されたときに、 OECD の次長の竹内さんが OECD 代表として出席をされました。竹内さんは財務省の財務官までやられた方でありますが、実は私に対して、大森さん、チャンピオンメイヤーズというシステムがあると、いろいろ勉強になるし、かつ岡山というこの都市を大いに発信することになるということで、
今岡山がやられていることを OECD に伝えていただければきっとチャンピオンメイヤーズに選ばれるよっていうような話がありました。我々も中で少し検討させていただいたんですが、このチャンピオンメイヤーズになるとですね、岡山市の発信力も増しますし、さまざまな政策を行う際にもいろいろとやっぱり参考になるんではないかというような思いに達したところであります。ちなみにこのチャンピオンメイヤーズが掲げる包摂的成長、これインクルーシブを訳すと包摂的っていうふうになってくるんですが、非常に分かりづらい、まだインクルーシブの方が皆さん方馴染みがあるんではないかと思います。少し解説をいたしますと、子どもから高齢者、障害のある方、女性や若者、外国人などあらゆる年齢や背景を持つ人々を全て包み込み、誰一人取り残さずに都市の成長を図っていくというもので、 SDGs の理念にも通じているものであります。教育でよくインクルーシブ教育っていうのが出ておりますけれども、まあ同じ概念であります。我々としてはそういう従来から市民の幸福度を最大伸ばしていこうということであります。この市民っていうのはあらゆる人たちを指しているところでありまして、私としてもこういう概念整理っていうのは素晴らしいと思いますし、そういったことを掲げている仲間と議論し合うっていうこともプラスになるんではないかというように思っております。加入にあたってはこれまで推進してきた SDGs、 ESD の推進、 G20 岡山保健大臣会合を契機としたポジティブヘルス岡山とその実現の推進、女性や若者の活躍推進、高齢者、障害者への支援など、これまで市民の皆さんと共に取り組んできた包摂的成長に向けた施策を評価していただいたと伺っております。このネットワークに加入すると2年に1回程度開催される国際会議への出席、OECD が開催する包摂的成長テーマとしたセミナー等への参加、また OECD が実施する調査やデータ収集への協力が求められております。次の国際会議の日程は未定ではございますが、世界の都市のリーダーたちと課題や先進的な取り組み事例を共有し議論することは有意義なことであろうと思っております。機会があればぜひ参加し、岡山の政策に生かしていきたいと思います。同時に、市の、プレゼンスの向上、そして、魅力発信につなげていきたいと思います。先日ユネスコ創造都市ネットワークの文学分野への加盟がございました。時間が近接しましたが、結構どちらも準備に時間がかかってたまたま同じ時期になったということもあるんですが、このネットワークに加盟した後、早速姉妹都市でもあるプチョン、またメルボルンなどからコンタクトがありました。今回もまちづくりに強い思いを持つ世界の首長たちとの交流による化学反応に大きな期待をしているところであります。次に、ハインスウィーク・シュレンベルガー氏への岡山市、栄誉表彰授与であります。岡山フィルハーモニック管弦楽団の強化、またファン拡大に取り組んだ
シュレンベルガー氏へ、岡山市で栄誉表彰を授与をすることにいたしました。ドイツ出身のシュレンベルガー氏でありますが、ベルリンフィル管弦楽団の主席オーボエ奏者を20年以上務めたほか、日本国内の著名な楽団の演奏会で指揮者を務めるなどのキャリアを経て、2013年4月から岡山フィルハーモニック管弦楽団の主席指揮者を務めていただくとともに、オーボエ奏者としてもオーケストラに加わり、卓越した音楽性を発揮し、地域の音楽、芸術普及、また向上に大きく貢献されております。実はですね、2013年ってちょうど私が市長に当選した前後なんですけれども、何度か私のところにシュレンベルガーさん訪れましてですね、実はその頃まではオカフィルと言いながらですね、メンバーが演奏ごとに大きく変わっていたわけであります。コンサートマスターなども演奏会ごとに変わるということに対して相当危機感をシュレンベルガーさん持たれましてですね、やはりオカフィルの音っていうのを大事にしないといけない、そうなるとやっぱり一定の今のコンマスなどは常時同じ人にしていかないといけないんだっていうことを主張されておりました。我々も最初に言った言葉はステップバイステップでやっていきましょうという話をさせていただいたところでありますが、そういった経緯を経てオカフィルの主席コンサートマスターおよび各パートの出席勝者の全国オーディションに着手、積極的にアドバイスを行うだけでなく自らオーディションの選定委員長を務めるなど、プロオーケストラとしての強化に努め、オカフィルの歴史上の転換をもたらしたわけであります。退任後は名誉指揮者として楽団の将来を見守りながら、ベルリン交響楽団の、主席指揮者兼芸術監督として活躍されるということであります。同志のオカフィル強化とファン拡大などの業績を称え、今回の授与に至りました。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことで、シュレンベルガー氏の来日がかなったことから、このタイミングでの授与となりました。表彰式は1月の19日、金曜日12時35分からオカフィルのリハーサル前にシンフォニーホールで実施いたします。で、翌々日1月の21日でありますが、岡山シンフォニーホールで開催されるオカフィルのニューイヤーコンサートは久々の岡山でのシュレンベルガー氏の舞台となります。市内外の多くのお客様にぜひ足を運んでいただきたいと思います。続いて、令和6年4月の認可保育園等入園申し込み状況一時募集の段階での話でありますが、今の状況についてお話申し上げたいと思います。まず資料1をご覧ください。令和6年度の認可保育施設の入園申し込みは 18,958 人であります。そのうち一次募集での内定児童数は 17,832 人、入園が決まらなかった児童数は1126人となります。入園調整の結果は明後日の12日に通知を申し込み者全員に郵送する予定であります。
また今年度は書面の送付に加え、ウェブ上で確認できる仕組みを施行いたします。詳細は別紙3の通りですが、郵送を待たずに手軽に結果が分かるので、保護者の皆さんはぜひご利用いただければと思います。申し込み児童数は令和5年度と比べ197人の減少となっております。一時募集の時点で、申し込み児童数が前年を下回ったのは今回が初めてであります。なお0歳から5歳の就学前人口は全体では907人減少しております。907人に対して197ということは、やっぱり保育園に申し込みたいという方は比率的には多くなっている。女性の活躍を推進していく上からも、これは重要な数字ではないかと思っております。一方で1歳児は120人の人口減に対して、申し込みは6人の減少にとどまり、2歳児は95人の人口減に対して申し込みは86人増加しております。これは何かというと、出産前から勤めていた仕事を辞めることなく1年以上育休を取って職場復帰する人が増えていると考えられます。内定児童数は 17,832 人、入園が決まらなかった児童数は1126人となっております。児童数は前年比67人増であります。入園が決まらなかった児童の内訳を令和5年度と比較すると、希望園数が1園または2園の人が641人と前年を96人上回りました。申し込みには希望園を最大3園記入でき、第1希望園で内定がかなわなくとも第2または第3希望園で内定になる場合があります。希望園数が少ないと内定を得る機会も減るため、未入園の児童が増える要因となったと考えております。これからまだ定員に余裕がある園や急な事態があった園などは2時3時の募集を行っていきます。2時は2月15日まで、3時は3月6日までであります。今年から一時募集を1週間前倒しで行い、結果も例年より早くお知らせすることとし、二次募集の期限までに約1ヶ月と余裕が出てまいりました。保育コンシェルジェが保護者のニーズに寄り添いながら、通園が可能な空きのある施設を紹介していくので、未入園の方はぜひ相談していただきたいと思います。入園が決まらなかった児童数の1126人は決して小さな数字ではありません。しかしながら、申し込み児童数と保育の受け皿の見込み数の間には、ちょっと参考資料を見ていただきたいと思いますが、余裕があります。参考資料に、令和6年4月における保育の受け皿見込み数というのがございますが、一時申し込み数 18,958 に対して、保育の受け皿の見込みは 21,321 というようになっております。そういう面では余裕がありますので、例年通りしっかり支援することで、引き続き令和6年4月においても待機児童を、ほぼ、解消していきたいと考えております。最後ですが、物価高騰重点支援給付金の通知発送等についてであります。物価高騰対策の一環として実施する住民税非課税世帯等に対する1世帯あたり7万円の給付については、今月末からの支給開始に向け明日
1月11日から対象世帯に通知を順次発送いたします。概要はお手元の資料をご覧いただきたいと思いますが、対象世帯のうち今年度すでに実施した住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金1世帯当たり3万円ですね、の支給世帯かつ家族状況が変わっていないなどの世帯移動がない世帯は申請不要のプッシュ型支給として1月31日に給付金を振り込む予定であります。前回未申請の世帯など申請が必要な世帯については申請受付後1月31日以降に随時で振り込みを行う予定であります。ただし世帯の中に昨年令和5年1月2日以降に岡山市に転入された方を含む場合など転入前の住所地での課税状況等の照会が必要となるため2月の上旬に案内通知を発送する予定となります。なお給付対象と思われる世帯で通知が届かない場合などはコールセンターへ問い合わせていただきたいと思います。また国において昨年末に閣議決定されました住民税均等割のみの課税世帯への給付金1世帯当たり10万円の給付及び低所得の子育て世帯への加算給付金児童1人当たり5万円については国通知で目安とされた2月から3月に支給できるよう予算化に向けた準備を進めています。配布資料の2をご覧いただければと思います。具体的な対象者支給方法については準備が整い次第お知らせをいたします。なお給付時期については今後の経済対策の趣旨も踏まえできるだけ迅速な給付開始に向けた準備を進めているところであります。私からは以上です。ここからはご質問をお受けします。ご質問のある方は挙手の上お知らせください。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、大市県の竹下です。はい、チャンピオンメイヤーズに関して、選ばれた時の、市長のお気持ちですとか、まあ、この加入を受けて改めてどういうふうに岡山市を世界に発信していくか意気込みをお願いいたします。はい、岡山市ですね、経済界も大学も一緒になって SDGs 一生懸命やっております。そういったことを OECD 側にもお話を申し上げ、岡山市として、当然、まあ、これは市長としてということでありますが、このチャンピオンメイヤーズの一員になる資格があると認めていただいたわけであります。まずは我々の今までやってきた政策はまあ、OECD としてもですね、いいんではないかと評価を受けたということはまずは嬉しいと思います。これからも進めていかなければならないわけでありますが、別点の資料の中に、加盟している多くの都市が あると思います。まあ、世界に冠たる堂々とした都市ばかりでありますので、そういった都市の皆さん方と話し合って、参考になることは多いではないかなと思います。それとともにやはり岡山というものを発信していく大きなツールになってくるというように思ってますので、これからこのチャンピオンメイヤーズというですね、制度を通じて世界に岡山市ここにあるんだということを主張していきたいと思います。はい、NHK の安井です。はい、能登半島地震の支援のことで教えていただきたいんですけれども、職員20名の方を1月11日から派遣するということなんですけれども、この職員の方の人選なんですけども、例えばどのような方を送られるんでしょうか。これはですね、さまざまな範囲になっております。
ちょっと待ってくださいね。業務範囲も広いという、業務業務範囲の一覧表を持ってる、どんなことをやるかって、こういったの。そうですね、一応ね、あの安井さん、あの応援業務の範囲っていうか対象となるものをとりあえず言います。でとりあえずって意味は後で分かりますけれども、在宅避難者調査、給水業務補助、り災証明準備受付、電話対応、住宅再建支援受付、下水道環境の調査、非常に雑多なんです。で実はあのまだ現地相当混乱している、うん、で、具体的に何をやるのが適切なのかっていうのは必ずしも明確ではない。今先遣隊が行ってそのあたりの調査もやってますけれども、そういうことで、とりあえず人は足らないからという連絡が来てるんで、今のような業務を想定しながら人は選ばせていただきました。あの人の選び方は、まあ、したがって非常に広範囲で選びですね、各局から人選をしてもらっている。この人選の中では手を挙げる人、やって応援したいというようなことも、そういう自主的に手を挙げている方もいらっしゃいます。例えば実家が石川にあるとかですね、そういった方も岡山の市役所にもおられて、率先して地元のふるさと石川で、救助したいという方もおられるわけであります。だんだんとね、範囲は分かってくると思いますけれども、今政令指定都市のメンバーで実は LINE でですね、いろいろと情報交換してるんですが、まあ、まだまだなんていうか、そんなに特定これがっていう感じではないところありますね。給水とかね、こういったところはもう最初から分かってもうすぐに行ってるんですけど、この20名の範囲っていうのはもう今後の先遣隊及び愛知県とか、まあ都市によっても、これは鳥取だった、愛知ですね、愛知県が、まあ、入って今いろいろと段取りをしたりして、そういった方々の話を聞きながらやっていくっていうこと。だから安井さんの答えにスッと答えられるものがない、そんな状況で、ただとりあえず人が足らないことは事実なんで、行って、本当に役に立つような方を送っていると、そのイメージを持っていただければと思います。はい、瀬戸内海放送の井戸垣です。はい、保育園の入園申し込み状況について、去年質問があります。はい、まず申し込み状況、前年を初めて、一時申し込み事業数初めて割ったということなんですが、いつから比較して、前年を初めて割ったというふうになりますでしょうか。前年を割ったのは初めてですね、これが初めてですね。政令市になってからということですか。まあ、少なくとも私が市長になってからは初めてであります。私がなってすぐに何て言いますか、待機児童の定義を変えて、多くの人に、申し込んでほしいというスタイルに変えました。それからはもう申請者は毎年増えてきて、おります。その前のシステムの時にどうだったかっていうのは今多分すぐに答えられる方はいないんじゃないかと思いますが、基本的には減ってるってことはあんまり考えにくいですけどね。
後で、担当、今藤原課長がここにいますんで、彼女も今は持ってませんから、執務室に帰ってからお話しさせていただければと思います。ありがとうございます。はい、で2点目が、一方で一時入園児童数というのは前年を増えよりも67名増えているという状況の中で、去年は待機児童数1人という、市としては何とか待機児童の問題、ずっと過去2番目になったということもあったと思うんですけども、どのように取り組まれたいと思っていますか。ですね、まず、先ほど参考資料をお渡ししましたけれども、受け皿は多く用意されてます。認可施設とともに、認可外でもね、一定の保育の水準があると思われるものは我々受け皿として扱わさせていただいておりますが、その供給数と需要数の間にはやっぱりギャップっていうか、いい意味での余裕があります。したがって、コンシェルジェさんがもう相当慣れてもいますしですね、私は待機児童っていうのはそれほど出ないんではないかというように思っています。特殊な要因があると別なんですけれども、今年度あった子は1人は、少しちょっと個人的な事情もあって、我々としては、いかんともしがたかったわけでありますけれども、通常ベースでいくとですね、今のコンシェルジェさんの能力等々を見ていくとですね、十分、できるんではないかと思っております。楽観することなく、特に保護者の、ご両親とよく話をしてですね、ご満足のいく形での保育を保育の施設を提供しですね、いい形で終えたいというように思っています。もう一つお願いします。 NHK の竹下です。はい、アリーナ問題ですけれども、年末に回答できないという県からの回答があって、今後協議する場は結局今月なんとか設けたいということで、日時が決まっていれば、教えてほしいですし、現在の進捗状況が分かっていれば教えてください。はい、ですね、まずは今週中に、事務方の打ち合わせをやります。もう予算の都合上、今月中には決めないといけないということなんで、今週中に、事務方同士でやって、結論がつかなければもう一度でももう二度でもやってもらうということは考えられると思います。そしてなんといっても経済界が熱望されているものでありますから、経済界が知事さんにお会いするということを、回答自身は1月中旬というようにおっしゃったんですけれども、先日立ち話ですけど、日程決まりましたって言ったら、まだ決まってないということがありました。それは日程決めていただけるんではないかと私は思っておりますけれども、それらを見て、最終的に1月には判断しなきゃいけないというように思っております。この問題についてはですね、その言いますかね、プロスポーツが全県単位で、行っているそのプロスポーツの支援を
優先課題として作ろうとしているものなんで、まあ、私としては県に、一緒になって、まあ、このアリーナの整備をやっていきたいと思うんですけれども、まあ、その状況によってどう判断していくかっていうのはデリケートな話になってくるだろうとは思いますけどね。まあ、事務方のというか県庁としての意思、それから我々へどう伝わってくるか、経済界と県知事との話、それらを総合して、もう1月中には判断をしていきたいと思います。1月にはもう一度こういう会見も開かせていただきたいと思いますので、そこでお話をさせていただければと思います。今週中っていうと、もう今日、明日、明後日で、明日ですか、明後日ですか12日と聞いてます。12日、はい、はい、ありがとうございます、はい。まあ、ただね、事務的な話ですんで、今日のようにメディアさんにね、どこまでお話ができるかっていうのはちょっと難しいとは思いますけれども、そこら辺は彼らの方も事務方としてですね、幹部と常に意思疎通をとっての対応になるかどうかも分かりませんし、そのあたりご考慮いただければと思います。はい、山陽放送佐藤です。はい、アリーナ案件ですいません、改めてなんですが、まあ、2024年始まりまして、今年、まあ、デリケートな問題だとは思うんですけど、改めてどんな1年にアリーナに関してはしていきたいなという主張、思いがありましたらお聞かせいただけたらと思います。はい、今日の山陽新聞を読んで回答のコメントを見ていくと、プロスポーツとエンターテインメントの世界で、まあ、アリーナ整備の必要っていうことを確か書かれていたと思います。経済界の主張っていうのは、もう1年半、もっと前からですかね、長い間そういうご主張されたというのは私も承知をしています。で、なんといってもね、最初の本当に出発点は試合環境っていうかがなかなか整備できてないというとこからスタートはしたんですが、まあ、それからB リーグ、V リーグが基準を変えてきています。その基準によるとですね、やはり、今のジップアリーナだけでは対応ができにくいということを、プロスポーツ界、経済界、また我々は認識をしているところであります。そういったところから考えていくと、私はプロスポーツの支援のためにも、また我々が誇りの対象となる、盛り上がる対象となる、そういうプロスポーツの支援というのは必要ではないかというように思っております。そこは全くぶれていないわけでありますが、まあ、そういう中で、プロスポーツが全県的な、ね、広がりを持つものだということで、県に一緒にやりませんかというふうに申し上げているところであり、それがまだご回答いただいてないわけであります。それを待って対応するということで、今ご指摘のように非常にデリケートな状況になっておりますが、どちらにしても1月の下旬にはまずには判断をしたいように思います。そういう面では二元性をとっているわけでありますが、私はこれはこの問題はやっぱり市議会の方にも相談をしたいなというように思っているところであります。またなんていうか、はっきりしないのかっていう感じはあるかもしれませんけども、今の段階では、このコメントにとどめさせていただければと思います。
山陽新聞の安田と申します。ちょっとあの認可保育園の会見に、はい、あの戻って申し訳ないんですけれども、あの先ほど市長あの回答の中で、まあ、十分できるのではないかというようなご発言があったと思うんですけれども、今後、まあ、調整はどんどん進められていく段階だと思うんですけれども、現時点で、まあ、今週4月1日時点で待機児童っていうのは、まあ、昨年は1人でしたが、まあ、同程度に落ち着くと見てらっしゃるのか、そのあたりの今のご認識をお伺いできますか。あの数字については私はあの明確な数字は言えないと思います。あの個々に事情がある方を全部あの本当に救うことができるかどうかは、そこはちょっとわからない面があります。あのただこの10年間保育環境の整備を進めていった結果、受け皿についてはですね、一定の市民のニーズに応えられるだけのものは作らせていただいたと。そこから考えていくとですね、まあ、若干その個々のニーズとの問題で全てがうまくいくかどうかは分かりませんけれども、全体としては私はうまくいっていくんではないかという今ことを申し上げたところでありまして、できるだけあの解消を継続するようにしていきたいということにとどまっちゃうんですけど、申し訳ありませんが、はい。時事通信の遠藤と申します。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。能登半島地震についてお願いします。2点あるんですが、1点目がですね、まあ、現状の能登半島地震への支援の状況というところをまとめた、資料を配布をいただいているんですが、今後もあの、まあ、支援要請というものが、まあ、国の方から、来ると思いますが、それに向けて現状そのまだ派遣は当然あのこれからになると思いますが、現状でその水面下で準備しているところ、例えばその今後あの例えば被災地に行けるような職員を、まあ、人選しているとか、そういった中こう現状で進めている派遣への準備みたいなところ、もしありましたら教えてください。はい、あの、詳しくは後で話しますけれども、あのこれはですね、職員を例えば派遣するじゃないですか。派遣してもその職員がずっといるわけじゃないんですよ。当然回転させていかなきゃいけない。回転させるためには次は、誰々さんに行ってほしいっていう、そういう面での人選はずっとといいますか整理をしているところであります。これからまあ、国からもあるかもしれませんが、我々今あの指定都市の市長会が非常にそのヘッドクォーター機能を持っているところでありまして、そういったところと調整を取りながらですね、あの明日からこれしてくれっていうことにはあの指定市の市長会もならないんで、お互いのそういう状況を見ながら、これからこんな感じになっていきますよっていう、そういう会話を重ねながらやってますんでですね、対応はできるようにしていきたいというように思っております。なかなかね、例えば水道だったら厚労省、今度国交省に変わるんですが、これ水道協会がやってますね。だからいろいろとしたヘッドクォーター機能があるんで、まあ、そこはちょっと承知をしておいていただきたいと思います。なんか付け加えることあれば。はい、もう市長が今おっしゃった通りでございまして、関係省庁からもですね、いろいろな、まあ、調査業務で対応可能な職員が何人ぐらい派遣の可能性ができあるかというような問い合わせもあの各部局に入ってきておりますので、そういったところで水面下で、そういった人選をしたりだとか対応が可能かどうかとか、あと支援物資についてもどういったものなら支援可能かというようなことも調査用が来ておりまして、そういった情報は随時県あるいは国に対して提供しながら、支援が要請が正式に来ればできるだけ迅速に対応できるような形を各部局とともに一緒に進めているという状況です。ありがとうございます。あともう1点、先ほど、お言葉の中で
政令指定都市の市長との間で、LINE のグループを作ってというような話があったと思いますが、そのグループの中で、なんかこう、市長さんとの間で、なんかこういう意見が出たりとか、こういう取り組みをしましたみたいな、なんかそういったやり取りとかあれば、具体的に教えていただければと思います。とりあえず、今、こんな状況を出すっていうことの、それぞれが報告をしている、そんな状況で。はい、ありがとうございます。はい、その他よろしいでしょうか。ではこれをもちまして市長会見を終了いたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。